こんにちは。こんにちは。中村です。中村です。今回は、はい、中村んちの家族紹介。どういう関係性ってなるもん、ね。前回ですね、他力本願の釣り編ということで海釣りを豆にに教えてもらって釣果を上げてまいりました。はい、ここから友達の太郎にゃんさんとにゃまんさんにこれらを調理していただこうという他力本願第続編続編をお送りすることに、はい、なりました。はい、それではタイトルコール。はい、ここで、はい、中村んちの他力本願。この現場が冷め切った空気になっております。はい、身内だけじゃないので、ね、ちょっとね、はい、じゃあここから調理行ってきたいと思います。今そんな状態の、あ、はい、もっと金属製で頑丈なのはあるんですけど、うん、やっぱ我が家もキッチンを汚すと奥様に怒られてしまいますので鱗があんま飛ばないようなものを使ってます。すごい、はい、三枚おろしプリプリや。塩焼きにします。塩焼き、マダイちゃんが、マダイちゃんが塩焼きになります。焚き火で置き火を作ってちっちゃいからなんかこれはさば、うんうん、けないからそのまま、なるほど、塩焼きということでいいっすね。いやこれうまいだろうな。これは絶対美味しい。ねえ、焚き火台で魚を焼くなんてやったことないうち、うん、うちもこれ初かもしれない。本当確かに急遽ですもんね。この中にはマダイが入ってる。あ、黒いやつ、黒いやつ、なんだっけ、マハタ、マハタ、マハタ、手付けを使うと今日がカツオロシになってなんかすいません、いやいや今日のために今日のために買ったようなもの。本当でもマジかっこいいですよね。風貌もついてるし。で、こちらにはタフマルが、タフマルでちょっと、はい、漬け汁を作りたいと。おお、漬けみりんでちょっとアルコールを飛ばしてからじゃないと、うん、アルコール臭くなっちゃう。何漬け、マダイ漬け、マダイの、そうですね、タイ茶漬けの感じ。へー、漬けにしたいと思います。やば、皆さんも目分量派ですか。結構目分量目分量でやっちゃってる。ね、どうしよう、皮がなくなった。あ、張り付いたってことですね。張り付きましたね、これ鉄板ちゃんに。うわ、でもうまそう。え、したらオリーブオイルビャって入れる。どれぐらい入れるんだろう。この子が、結構アクアパスタ、うん、アクアパスタらしき。これがさっき合わせてたタレ。そうです、漬けダレですね。お、マダイちゃんとマダイにちょっと漬けて、はい、行きましょう。あとね、タイちゃんで、行きます。手の込んだお料理で。おーおー、湯気バンバン出とる。めっちゃ綺麗。彩りはうまそう。アクアパッツァふうふう、慣れなかったやつ。この子たちは何になるんですか。カルパッチョにおしようかなと。うちの大好きな生もの。生ものは大好きですか。これはね、やばいんですよ。店行ったら 100% 生もの何かしら頼んでますからね。あと揚げ物、揚げ物、まさかの天ぷらを揚げていただいております。まあ、椎茸ですね。中華鍋大活躍。中華鍋はね、揚げる、炒める、うん、何でもいけちゃうんで。そうっすよね。今日はマダイも天ぷらになるんでしたっけ。そうっすね、天ぷらにしたいと思います。
超楽しみ。おお、すげえ。超あらじる。超あらじる。語彙力。美味しくできました。だって、完成だって完成されてる味噌使ってるから。この超裏技。金沢の親方さんからいただいた。鶏。本当は鶏、野菜用の鍋の素。あ、鍋の素なんですか。そう。味噌鍋みたいな。そうそうそう、鶏味噌。野菜味噌。これを使ってて。これで荒出汁ができ、荒出汁、荒汁ができるんです、ね。そう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 。もう入れただけ。めっちゃうまそう。これがまずはマハタのアクアパッツァモドキです。モドキ、はい。モドキです。すごい。アサリの代わりにタコが入った。そういうことか。でもタコも出汁取れるよね。塩焼き、もうシンプルに、はい、塩焼き。どうか。天ぷら。天ぷら。タイとシイタケ。こちらがカルパッチョです。おしゃれなキラキラしたバルサミコがかかってる。タコのムニエル。おまけ唐揚げの慣れの果てでした。こちらが鶏の手羽も手羽中手羽中の唐揚げ。揚げ物好きのあら汁、温まりたい。で、あとあと、あとまた鯛茶漬け、鯛茶漬け用のご飯。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お目にもお疲れ様です。ありがとうございます。ゆりかさんもありがとうございました。いやいや、助かりました。そうなの、映ってないけど鱗。改めて、はい、乾杯。乾杯。ありがとうございました。本当にありがとうございます。お疲れ様です。いただきます。いただいたワイン、うん、シャンパンワイン、うん、スパークリングワイン、スパークリングワイン。アラ汁飲んじゃおうかな。高いでしょ。私もアラ汁飲みたい。いただきます。あ、やば。あったかい、あったかい、アラ汁あったかい。いただきます。いただきます。ご飯食べたい。うわぁ、出汁がすごい。すごいね。半端ない。半端ない。出汁が。わぁ、美味しい。魚の出汁が。うん、美味しい。これちゃんと下ごしらえしてくれてるから臭みがないんだ。臭みがない。うん。うまっ。めっちゃうまい、これ。もうタイの天ぷらつけ。あ、届きますよ。ありがとうございます。うん、うまい。ふわふわなんですよ、身が。いただきます。本当？うん。ふわふわ。うん。ですよね。おいしい。うん。しいたけでか。え、思ったより肉厚ですね。うん。本当ですね。ね。うん。こんななるんだ、超ふわふわ。うまっ。うん。このしいたけもうまい。しいたけ私もいただいてるんです。しいたけを、しいたけを。はい、うま、ん、みがやばい。レバの唐揚げやばいです、これ。あ、手羽。一生食えない。私も手羽を食べ、手羽を食べ、食べ、手羽、食べ。実は自分もマハタ食べるの2回目なんですよ。自分も1回しか釣ったことないです、マハタ。いただきます。ちょっとのノコみたいな感じ。これ。ちょっとでも似てますよね、きっとね。あの大原漁港の近くの、うちがいつも来てる、はい、あそこでキャンプした時に、はい、あの港の朝市やってるじゃないですか。はい、うん、あそこ行って、なんだか知らない魚を買って、これぐらいのサイズの。ね、それで、アクアパッツァを作った。会う人会う人、え、釣ってきたんですか、釣ってきたんですか。いやいや、朝一で買ってきたんですみたいな。鮭できちゃった。あ、ついたんじゃないですか。ありがとうございます。うわ、え、何、めっちゃ美味しい。優勝の色してますよ。うん、
匂いもやばい。漬け込まれてる。このタレは何ですか？これはみりんと醤油と、みりんあとすりごま。そのまんまでも食べたくなる気持ちが。食べたくなる。わかるよ。危なかったよ。かきかむとかに。漬け丼でもうまい。絶対に美味しいよ。じゃあ行っちゃっていいですか？うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、だ。すみません。やばいね、これね。ちょっと緑をカットする。あ、緑カット。いや、これいいわ。まさかのお茶漬け。やば。ちょっと明るくて飛んでるから。やばいっすよ。うん、うまい。ありがとうございます。超贅沢、これ。やばいっすね。次、今、身が反った皮が反るから。本当だ。うわ、絶対うまい。身と皮の間の脂が出てきた。ああ、なるほど。キャンプを共にさせていただき、朝を迎え、朝食をなんと作っていただきました。まだ大根が続いてるんですね。こちら朝食に卵サンド作っていただきまして、ここからこれをありがたくいただこうと思ってます。じゃあ食べましょう。動画はここまで。また皆さん、次回の動画でお会いできたら嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。ではさよなら。さよなら。皆さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。うん、ちょうど。え、何？今回は、はい、最近ちょこちょこと新しいものを買ったので、はい、それのご紹介。これね、色がいっぱいあって、ボールをギュッてしてとどまってくれる。ちょっとね、無理だねこれ。巻き置き台です。はい、静かなキャンプ場でしょ。賑やかな人がいる。夏やばいっすね。塩焼き、もうシンプルにタイの塩焼き。こちらが天ぷら。タイとしいたけ。こちらがカルパッチョです。これはなんかおしゃれなキラキラしたバルサミコ。